はい、皆さんこんにちは、ブラウアーティストシンです。最近暑くなってきました。こう暑くなってくると思い出すのがひまわりです。違いますか？僕はひまわりです。今日はね、そんなひまわりのミニブーケを皆さんにお見せしようと思います。では早速行ってみましょう。行くぜ、カモン。はい、ではね、これから手元アップでいきます。はい、ではね、ひまわりを持ちます。で、もう一本ひまわりを持ったら、こう高さはなるべくこう同じくらいにしましょうね。この間に桔梗蘭を入れて握り込みます。こういう感じですね。で、この作業を続けていきます。で、またひまわりをね、持ちましょう。まあ、要するにこの桔梗蘭の丸めたのが少しこうね、ひまわりとひまわりをこう間を空かせるためのこう、なんていうんですかね、フラワークッションです。ごめんなさい、フラワークッションになります。これは N フラワーでね、命名しました。ホチキスで丸めるパターンもあるんですけど、今回はホチキスで丸めないで握り込むパターンで作ります。で、次にこのバラを入れていきましょう。で、丸い花束作るときはこう少しずつね、こう花束を回しながら作ると丸くできますね。どうしても同じ視点で持ちながらやっていくと丸く作るの、ね、難しくなるんですよね。こう背面が上がってきちゃうんですよ。これ人間のね、 目の位置の問題なんで、技術的なものが劣ってるとかそういう問題ではないと思います。はい、次にこの、ゴッドセフィアのね、フロリダビューっていうのですね、入れていきます。はい、そしたらここでね、このアンスリウムを大きいですけど入れます。これでね、一気に花束のこう形が変わります。この一番はまるところに入れていいと思います。わかります？結構かっこよくなるでしょう。アンスリウムって1枚で本当にこう雰囲気を変える力があるので、僕は大好きですね。また最後にフォルムを整えるのにゴッドセフィアを入れていきましょう。あ、フロリダビューティーを入れていきましょう。はい、これで完成です。このまま結束をしていきます。はい、こちらで完成です。はい、こちらが今出来上がったブーケです。こう回してみるとオールラウンドでできているのが分かってもらえると思います。どっから見ても結構かっこいいでしょ。このアンスリウムが入ると本当にこうね、ただ丸いブーケじゃなくなってかっこよくなるんですよね。だから僕は大好きです。特にこのグリーンのアンスなんかは本当にこう、なんだろう、あんまり大きいんだけど主張しすぎないので好きですね。では、まあ、このぐらいのブーケだったら本当にね、数分でできると思いますので、ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。今日はね、このブーケ制作でした。また次回かわいいお花を作っていきましょう。バイ。これヒカキンか。ではまたお会いしましょう。 See you next time.